見えますか？はい、見えます。こんにちは。聞こえますか？よかった、お願いします。はい、かわいい。ありがとう。一緒一緒。ああ、さっき先生も同じヘッドバンドね。同じ。本当に同じ？はい、本当に同じ。どこで買ったんですか？東京のディズニーランドで買った。一緒。一緒。可愛いでしょ。面白い。今日これでやりましょう。はい、はじめまして。さき先生。はじめまして。あ、さきです。はい、なんて呼んだらいいですか？Please call me Saki. ああ、わかるわかるわかる。はい、うん、私はシンディです。シンディさん、お願いします。お願いします。私はミャンマーから来ました。どこ？あ、ミャンマーから来ました。ミャンマー、あ、ミャンマー。はい、そう、ミャンマーに、はい、もう一人生徒さんがいるんですけど、あの、今、ミャンマーは、うん、大丈夫？あの、あ、ちょっと大丈夫。大変だったけど。はい。よかった。ありがとう。すごい、あの、ね、あの、すごいね、その子も買い物にも出られないって言ってたから、うん、心配だったんだけど、はい、よかった、うん、いや、じゃあ大変だった。いつ、うん、ああそうね、確かに確かに、よかったよかった。じゃあ、あの、いつ東京ディズニーランドに行ったんですか？はい、に、あ、2年前に、2年前くらい、2年前くらい、はい、前ぐらい、うんうんうん、うん、じゃあちょうどコロナが始まる前ぐらいですよね。はい、そうです。うんうんうん、あ、そっかそっか。よく日本には来るんですか？ちょっと、そう、よく日本に旅行に行きますか？いや、はい、よく旅行に行きます。行きました。じゃあ、はい、うんうん、行きました。いろんなところに行ったんですか？いろんな、あ、はい、いろんなところに行きました。鎌倉と大台場と、鎌倉、うんうん、ディズニーランド一番大好きです。うん、一番大好き。あ、いいな。本当に楽しかった。ねえ、だってね、もう可愛いから。確かに、あの、他に東京ディズニーランドじゃなくて、台湾じゃないか、韓国とかにも行ったことありますか？うん、行ったことがない。じゃあ東京ディズニーランドだけ。はい、東京ディズニーランドだけ。ああ、いいな、いいな。私は、10年前に行ったのが最後です、ディズニーランド。うん、そうそう。すごい。だから、もう一回行きたい。私ももう一回行きたいの。ねえ、行きたい。ディズニーランドに行くと、うん、たくさん買いたくなるから、お金が足りなくなります。足りなくなる。足りなくなるのは何ですか？お金が、うん、お金がたくさん必要ですよね。あ、そう。そう。あの、お土産とかたくさん買いたいから、うん、ね、あの、お金をたくさん持っていかないといけないですよね。そうです。じゃあ、何のキャラクターが一番好きですか？うん、え、もう一度？何のディズニーキャラクターが一番好きですか？ディズニーキャラクター、ミニマウス。これ。あ、ミニマウス。ね、ミニーちゃん、ミニーちゃん。私も持ってる。かわいいよね。かわいい。そうそう。そうそう。私のミニは独身です。あ、独身。こちらは夫婦です。彼氏がいません。面白いね。悲しいな。そうかそうか。ディズニーランドもお友達とよく行くんですか？あ、友達、あ、いや、家族と一緒に行きました。うん、そうです。そっか。じゃあ家族もみんなディズニー、うん、ディズニーが好きなんだ。あ、そう、すごく好き。うん、いいね。あ、いいですね。そっかそっか。じゃあ、え、今は学生さん？あ、私、はい、お仕事してる？あ、いや、今は私はまだ大学生です。大学生、そっかそっか。じゃあ
将来どんな仕事したいですか？私は、日本の先生になりたいです。あー素敵日本語の先生。はい、日本語の先生になりたい。あー、なれる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 よ。はい、じゃあなんか日本で、日本に来て教えたい、あ、違う違う、ミャンマーで、はい、ミャンマーで教えたい、ね、そう、何かスクールで、それともオンラインで、How can I say both? スクールも、両方、オンラインも、両方、両方、どっち、はい、どっちもとか両方、どっちも、ちょっとこっち、ミャンマーで日本語を勉強してる人たくさんいますよね。はい、本当に、はい、たくさん、たくさんいます。ね、私の友達もミャンマーで日本語のスピーチコンテストに最近出たんですよ。へえ。で、まず合格して、次の、ステップに、進んだんですけど、いやすごいと思って。すごいよ。その子は日本で日本の大学に進みたいって言ってて、ね、すごい、みんな日本語ねよく勉強してるから、なんか、はい、さっき先生にミャンマー人の友達がいる、そう、一人います。一人だけ、そうそう、一人だけ、そう、その子も大学生、大学生、大学生、次大学かな、そう、わかります。そうそうそう、ね、すごい。じゃあどうして日本語を勉強しようと思ったんですか？はい、そうです。日本語は、時々難しいけど、面白いよ。確かに。ひらがな、カタカナ、漢字があって、はい、世界の中でトップ3に入る難しい言葉って、ね、言われてるんだけど、はい、でも面白いですよね。でも面白いです。漢字がめっちゃ難しい、そう、はい、私でも難しい。本当ですか？今って書くことが少ないから、パソコンでね全部変換してくれるでしょ？漢字をもう自動的に出してくれるから、自分で覚えてなくても漢字を打てる、使える。わかるよ。だから忘れてるんですよ。漢字を忘れちゃって、あれどうやって書くんだっけって思うことがたくさんある。覚えないでしょ。そう、覚えない。まあ、いっか。でも、小学校の時とか、漢字のテストがあって、それはもう大変だった。ね、似てる漢字がいっぱいあるし、ね、覚えるのがちょっと最初は大変だけど、でも、面白いですよね。はい。じゃあ、なんか なんで日本語を勉強しようと思ったんですか？なんでって、日本の文化が好きだから。特に一番何が好きですか？漫画とか食べ物とか。あ、食べ物もちろん。食べ物一番好きなのは？一番好きは、エビ天ぷら。エビ天ぷら、はい、間違いない。さっき先生は？私納豆が一番好き。寿司も寿司大好きですよ。私もお寿司大好き。おとといかな、おとといも食べました、お寿司。美味しい美味しい。なるほど。ね、そう、あと納
納豆も大好きなんですけど、うん、納豆食べたことありますか？あ、はい。うん、どうだった？いまいち。まあまあですよ。まあまあ。そうそう、ちょっとまずいっていう人と、うん、まあ、うん、美味しいっていう人といろいろいるんですけど、そう私納豆大好きだからみんなに聞いてるんですけど、そしたらもうある一人は、うん、いやもうありえない納豆なんて絶対ありえないって言いました。うん、ミャンマーでは日本の食べ物、日本の食べ物が美味しかったけど、うん、ちょっと高かったの。そうか。そうです。どのくらい高いよ、うん。日本の食べ物はちょっと高いんですね。そうです。ああ、そうなんだ。日本でも。日本でも？うん。高い。高い。はい。確かに、台湾の人も、うん、日本の食べ物が台湾で売られてるんだけど、うん、台湾で売ってる値段はすごく高いって言ってました。うん、ね、そうそうそう。だから日本で食べるともっと安く食べれますよ。あそうそうそう。コロナが落ち着いたら。はい、日本にまた来たいですね。はい、また行きたい。はい、また行きたい。うんうん、日本の大学で勉強したいから。ああ、やっぱり。はい。やっぱりね、そこが夢の人が多いですね。はい。が日本で勉強して、何を目指したいですか？目指したいは例えばこんなことがしたいとかこういう仕事がしたいとかでもいいし、なんか日本でやりたいこと。あ、はい、日本でやりたい、うん、ごめんなさい。じゃあ全然大丈夫。ありがとう。ね、日本の大学に行って友達作って、うんうん、ね、ディズニーランド一緒に行ったり、はい、いろんなところに旅行に行ったり、私の有名です。ああ、ねえねえ、そう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 。いや、絶対楽しいと思う。うん、さっき先生は、出身はどこですか？出身は広島県。広島。広島は来たことありますか？あ、いや、来たことがないよ。ない。じゃあ、うん、ね、次また日本に来れる時があったらぜひ広島に。はい。ね、広島には何が有名ですか？宮島って言って、うん、大きな赤い鳥居。あ、うん、こういう赤い門みたいな。そうそれが有名なんですけど、まあ、そう、宮島、多分宮島で調べると出てきます。あ、でそう、神社があって、うん、なるほど。そこはね、そう、鹿がいっぱいいるんですけど、うん、そう、鹿にご飯をあげたりもできるし、うんうん、ここは結構観光地になってます。うん、あとはまあ歴史で言うと原爆ドーム知ってますか？うん、あ、知らない。あ、知らない、うん、戦争の時に、そう、爆弾が落ちたところ。ああ、分かるよ、分かる。そうその歴史の場所があったり。あ、うん、そうそう、まあ食べ物も美味しいからね、ぜひ。もう行きたい。うん、今日は学校があった？学校に行った？あ、学校に行った。いや、eyes close。 休み、はい、休みです。休み、あ、そっかそっか。はい、今はオンラインですか、大学は？あ、オンラインです。あ、オンラインで、そっかそっか、習います。あ、そっかそっか。じゃあお休みの日は何をして過ごしてますか？うん、
家族と、映画を見ること。うんうん、いいですね。映画館で、映画、それとも家で、はい、あ、家で、家で、うんうんうん、そっかそっか。最近見て、あ、最近見た映画で面白かったものは、本当面白かったよ。アリス、うん、アリス＆ボーダーラインしていますか？あ、日本の映画。日本の映画。そう。じゃあ多分私が知らないだけ。うん、アリスと。アリス。そう。うん、アリス。ちょっと気になる。アリス＆ワンダーランド。ボーダーライン。いいな。じゃあ他には映画を見たり、はい、歌を歌ったり、ああいいですね。読書です。はい、うん、あ、読書、はい、いいですね、いいですね。なんかカラオケとかよく行きますか？あ、はい、行きます。ドキドキだけ。ミャンマーにも、あ、うん、なんかミャンマーにもカラオケ屋さん、うん、カラオケボックスあるんですか？はい、ある。あ、いいな。私カラオケに行ったのはもう何年前、18歳の時が最後だから、14年ぐらい前。行きたい、久しぶりに。あの、うん、佐々木先生は歌ことが上手ですか？いや、上手ではないけど、好き、あ、大好き。私も大好きです。あ、そう、あの、ちょっと上手って言っちゃうとハードルが上がっちゃうから、うん、大好きです。上手かどうかはわからないけど、うん、私は、日本の歌が本当に好き。あ、誰が好きですか？未来、歌の名前は未来していますか？キロロ？はいはい、キロロ。キロロ大好き。キロロの一番有名ですよね、未来。そうです。うん、そうそう、キロロ、あの、いい曲がいっぱいあって好きですね。あ、長川大志が してる。ああ、知ってる。最近のね、彼も私の一番大好き。あ、大好きな人、俳優さん、俳優さん、はい、あ、確かにかっこいいから。かっこいい、そうそう、うん、本当にハンサムな人。この人ね。あ、そうそうそう。かっこいい、かっこいいよ。ごめんなさい、私のお兄ちゃん帰ります。あー、お帰りなさい。ちょっと変な人がいるかもしれない。大丈夫ですよ。大丈夫。あ、これかな、この誰、佐々木先生、はい、うん、あ、そう、あー、これね、OKOK、はい、はい、はい、佐々木先生が私の先生になってくれて本当に嬉しいよ。うん、ね、これ。いや、同じの持ってると思って。同じ。そうそう。楽しい。楽しい。よく、この日本人と話をしたりしてますか？あ、はい、してます。うんうんうん、でも私の、うん、ごめんなさい、あ、スピーキングが、下手ですよ。いや、全然もう会話になってるから全然大丈夫。ありがとう。私の発音はどうですか？発音すごく綺麗。へえ、本当。そう、発音綺麗だし、あの、イントネーションも普通、なんていうか、綺麗、クリア、うんうん、だからどうやって勉強したのかなと思って聞きたい。映画で、時々映画で
勉強します。はい、やっぱり聞くことが一番大事ですね。はい、そうです。うん、確かに。もう本当に何だろう、変な癖が全然ついてなくて、うん、本当にノーマルなイントネーションだし、はい、発音も綺麗で、もう OK。 めっちゃ嬉しいよ。ね、うん、本当に本当に。だからね、これからいろんなフレーズを知って、あのもっと知って使っていけたら、もう本当に会話の幅が広がるし、うんうん、もっともっと 上手になる、上達すると思うから、うん、そう、すごいすごい、ありがとう。で大丈夫。私も英語を勉強してるんですけど、うん、こういう風に英語の先生とオンラインで喋るときに、うん、もうすごく緊張してしまって、うん、あのそう、全然言葉が出てこなくなる。そう、でその時によく先生が大丈夫大丈夫ってもっと喋ってって言って、うん、そうそうそう、私もこのレッスンスタート前に、ちょっと緊張しています。あーね、そうそう、今は大丈夫、今も大丈夫。もう最初からこれつけたから、あ、もう大丈夫って思ったりした。楽しい、そうそうそう、本当に楽しい。うん、もう全然緊張しなくていいし、あの間違えてもどん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 喋って、うん、喋って練習していったら、もっと、はい、もっと上達する。もう今でもね、十分上手だよ、本当に。うん。いや、ちょっと私も頑張らないとって思ってる。でも、さき先生はどのくらい英語を勉強しましたか？1年ぐらい。あ、1年くらいだけ。そう、1年くらいしたんだけど、全然喋れない。もっとね、こう、もっと喋っていかないといけないなって思ってます。うん、頑張ってね。うん、頑張ります。ね、あの世界の人たちと友達になって、はい、いろんな話がしたいし、ね、あの世界旅行とかも行きたいし、うん、うん、夢はいっぱいあるんだけど、なかなかちょっと頑張らないといけないんですよ。ね、そう。文法とかはもう自分で勉強したんですか？あ、はい、文法も、時々日本語のテキストで勉強します。うん、自分で勉強します。うん、ああ、そうか。で、そう、自分で勉強して、話すときにそれを使ってみたり、して練習。あ、はい、私には、たくさん日本人の友達が いるよ。いるだけど、うん、時々あ英語で話します。あ、そっかそっか。だから私の日本語が下手です。日本人は英語を勉強したいから。はい、そうです。あ、そうね、そうね、そう。友達と練習するときはやっぱりその辺がちょっと難しくって、そう、ねね、例えば30分は英語の時間、30分は日本語の時間ってきっちりできる、ね、友達だったらいいけど、はい、うん、ずっと英語を勉強したい友達だったらちょっと難しいかもしれないですよね。はい、難しい、うん、友達としては、なあ、私の友達、あ、When they speak Japanese, they use casual 日本語。でも私は casual 日本語がわからない。そっかそっか。ねえ、なかなか。テキストで勉強したから。casual 日本語がわからない。ああ、なるほどなるほど。そうそうそう。なんかいろいろ難しいことがあるけど、そう、まあ、うんうん、こう言語交換の友達もね、うまく見つけていけたらいいですね。そうです。うんうんうん、
そうそう、まあ、あの私でよかったらまたお話ししましょう。はい、これするからいろいろあるよ、あのサンタバージョンと、あサンタクリスマスバージョン、たくさんあるよそうそう、あの子供たちのレッスンで、うん、使おうかなと思って置いてたんだけど、うん、いや役に立った今日はめっちゃ楽しかった、楽しかった、はい、ありがとうございます。あっという間の30分ねえ、じゃあお互い頑張りましょう。はい、頑張ります。また今度、じゃあまた、はい、うん、お話しましょう。はい、バイバイ、ね、ぜひぜひ、はい、じゃあバイバイ。